週間ランキング、オリコンシングル週間ランキング1位です。嬉しい、スカイさん可愛い、ありがとうございます。やったー。まあね、順位が全てではないしですけど、皆さんが買ってくださったっていうのが嬉しいんですけど、でも1位というね、嬉しい順位になりました。ありがとうございます。嬉しい。これからもたくさんの方に聞いていただけたら嬉しいなと思います。そう、さっき青春サブリミナルのダンスバージョンが公開されたので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。夏みかんさん、キュキュキュ、デルファイさん、キュキュキュ、スカイさん可愛い、ありがとうございます。そして今からテロップにも書きますが、どうしよう、2030からクイズします。びっくりマーク。よし。そしてダンスバージョンじゃない MV からクイズを出したいと思います。イエーイ。ササパンダさん、キュンキュン、ありがとうございます。あれ止まった？大丈夫？クイズをしまーす。なので。ぜひ皆さん始まる前にも見たっていう方いると思いますが、終わってからもぜひまた見ていただけたら嬉しいなと思います。でも簡単な、今日は7問出そうと思ったんですけど、結構できたので7問出そうと思うんですけど、簡単なものから、でもそんなに、あ、まあ難しいのもあるけど、そんなにめちゃめちゃむずいっていうのはないんじゃないかなって思います。ちさちゃん、バラありがとうございます。7問、いつもは5問なんですけど、今日は7問出そうと思います。ソードさん可愛い、ありがとうございます。いつもは第2回とかで結構難しくなってるんですけど、まあ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 、ちゃんと見てたり聞いたりしてたら平気かなっていう感じです。東大生も知らない。東大生はもう知ってるか分かんないですね。でもショールーム見てたりとか MV 見てたりとか曲聴いてたりしたら分かるんじゃないかなと思います。リュウさん、キュンキュンキュン、ソータさん、キュンキュンキュン、アキラさん、バラありがとうございます。東大生も知らないでしょう、ググータン当て出てこない。100回見てるから、100回見てるんですか、ありがとうございます、わからんかったらって。ググっても出てこないんじゃないですか、自分で見たら出てくるね、見たりしたら。でーす、ケンケンパさん、バラありがとうございます。そんな感じ。東大生も男のダンス好き、東大生もじゃないでしょう。ケンパチさん、キュンキュン、ありがとうございます。まあ8時半からやりたいと思います。今日可愛い、ありがとうございます。イエイ。今日は編み込みカチューシャ外羽です。あ、もう外羽では全然外に跳ねてないけど、外羽です。あ、クイズは4択クイズになってるので投票でぜひしてください。今日のお洋服かわいい、やった、くよもりさからもらったやつ、サイン会でこれ着てたかな、この前 TikTok、 あ、そうだ、 TikTok しょこりさで載せてるの、まあ今までもしょこりさ多かったんですけど、シュキピの TikTok 載せてるのでぜひ見てください。しょこりさだけじゃなくて他のメンバーも載せてるので、いいねとコメントお待ちしてます。コメントも読みますのでぜひ見てください。青春サブリミナルの一人一人のダンスのやつもぜひ
見てください。いいねとコメント待ってます。ひろぽんさんからありがとうございます。あら、シュキなのシュキなのシュキシュキシュキピ染まりたいのはあなた、そこじゃないか。シュキピシュキピシュキシュキシュキピライト級対ヘビー級編み込みです。ソータさん尊い、バッフさんキュッキュッキュッ、ありがとうございます。シュキなのシュキなのシュキシュキシュキピ、不安で今日も眠れない、シュキピシュキピシュキシュキシュキピ、気づけば目覚まし始まるです。シュキなのシュキなのぜひ見てください。あ、リップツヤツヤしてる、よくお気づきで。グロス塗りましたマットでちょっと色が薄くなってたのでクロスを塗りました。ワイトウォーター、おつぴー、おつぴです。リュウさん、くんけいさん、かわいい、ペンペンさん、あら、ありがとうございます。イコノイ来た、イコノイ、イコノイ更新された、ちょっと待って、イコノイ概念 TikTok よかった、ありがとうございますイコノイ、イコノイ、あ、ちょっと、まあ後でいいや、イコノイ、通知来てないのだが、イコノイ、イコノイ検索してみよう、イコノイ、あ、結果発表ってやつね、この動画って、わざとかわいい初デート服センスナンバーワンは誰ですです。皆さんぜひ見てください。この配信終わったら見るんだ、ぜひ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 見てください。私も見ますと、今あーってなったのは、We all are my ideal のツアーの神奈川と千葉のチケット、ファンクラブ会員チケット先行受付期間、もう今日さっきから今日の19時から受付中で、6日の23時59分まで受付中なので、皆さんぜひ申し込んでいただけると嬉しいなと思います。神奈川カルツ川崎は17時半会場、18時からスタート。千葉は19、20であるんですけど、19が18時開場、19時開演、20が13時開演、会場を14時開演と2公演あって、17時と18時ですぜひ皆さん応募してください。あ、川崎当選したよ、先行の方かな、ありがとうございます。どうせハイピーさんキュンキュン、ありがとうございます。お、両日当たった、ありがとうございます。ユニティとしてもおりますお待ちしております。そして、しあさってになりました、大宮、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思いますキャン服めっちゃ好き、ありがとうございます。あんまり自分でこういう服は着ないんですけど、リサからもらいました川崎松戸も当たって、お、待ってます、お待ちしておりまーす。リツイートしとこうかな、リツイート、リツイートしましたあ、1年ぶりにショコを見れます、おー、ブレピー、怪我なく頑張ってね、頑張ります、怪我なく楽しみます。秋吉シマンさん、かわいい、ありがとうございます、キュンですキュンです、ここだけの話はしません服装かわいい、好評だ、嬉しい、ありがとうございます。秋吉
よきさんリツイートしました。チケット情報をぜひ申し込んでくださいお願いしますそう、ツイートも今日の決まってる。あ、今日はインスタグラムに亀子さんが撮ってくださった写真を10枚最高の10枚載せたいと思ってますので、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。ショールームが終わったら載せようかなと思ってますですここだけだよ、大好きです、ありがとうございます。あんちゃんには秘密にしときますありがとうございます。 CD の生写真 A も B も弾けました。おー、感謝、私も感謝、ありがとうございます。あ、タイプ B は買い忘れちゃったんですけど、タイプ A を買ったので、じゃあ開封しようかな、今から開封、誰が生写真出るかな、開封していこうと思います。タイプ A しかないんですけど、ちょっと開封していきます。タイプ B は今度買いますメイクかわいい、ありがとうございます。イベント用メイク。じゃあ皆さんも誰が出るか予想してください。誰が出るかな、つかめない、誰だろう。タイプ A ってどっちだろう、どっちの衣装だろう。はい、開けます。来ました、よいしょ。あー、どうしちゃった、よし。はい、それでは皆さん誰が出るか予想しましたか。タイプ A 開けたいと思います。パッて開けて出るかな、あ、出ない、いくよとか言っちゃった。いきます、せーの、じゃーんってドキドキだった地引きでしたドキドキでーす自分で自分のゲットしちゃった、ドキドキでーす。一緒、しかも髪型も今日一緒、ちょっと前髪が違うけど、ドキドキでーすください、あげますどうぞどうぞ。ヘイブンさん、かわいい、ありがとうございます。とれ、誰とですかどうぞ、いいな嬉しい、いいなって思ってもらえるの嬉しいです。ちびきしました、イエーイ。皆さんもぜひゲットしてください。生写真のちょっと似てますね、似てますか、髪型一緒だからかもしれないですねせいちゃん、バラありがとうございます、イエーイ。あ、応募券ください、応募しようかな、私も応募してなんかサイン入りポスターとか当てたいなこれ飾る、飾ります、ここにあ、これ中の写真初めて見るかも、私、瞳、中の写真初めて見ます。撮ったね、3人のやつ撮った。いい写真、いい写真です撮ったねって、そう撮りましたわ、この3人で。ぜひ中も可愛いので、ぜひ見てくださいね皆さん。写真会当てたら自撮り写真会当てたら、そうですね、自撮りになりますねでもこれ1個だもんね、1枚だったら、あ、1枚でメンバーのサイン入りポスター当たる、サイン入りポスターかサイン入りメンバーソロジャケットが当たります、1枚だけでも。どっちにしようかなぜひ皆さんも3枚で、応募券3枚で東京大阪名古屋の公演があったりとか、スペシャルライブがあったり、イコラブ会があったり、個別写真撮影会があったりしますので、皆さんぜひ
ちなみに応募券2枚だとイコラブメンバーさん入り秘蔵生写真が当たります。一番さんキュンキュンキュンありがとうございます。そう、ソロジャケットまた私はこう自分でこれソロジャケットって自分で選べるんじゃないですか、多分誰がいいですみたいな、多分ね、皆さんぜひ待ってます。待ってます。チョコはメンバーサイン入りポスターかな、この中だったら。自分のジャケットもありだけど、ちょっとね、ねえ。自分だとね、メンバーの足だ。これ私の足かな、私の足だ。これ買った方限定かな。タイプ A の生写真入ってるところで撮ると滝脇の足がよりで写ってます。これ自分の足か、あの衣装の色で分かったです。ぜひ見てください。足です。中もね意外とね、あの写真入ってるからいいんですよ。 CD とか DVD だけじゃなくて中まで見てください。そう、あ、これが滝脇の足かって見てください。どうやって入ってたんだろう、一旦戻しとく。ということで滝脇は地引きでした。タイプ B は誰が当たるかな。まだ開封してない？じゃあ生写真も誰かわかんない。平太さん、バラありがとうございます。地引き初めてかもしれない。そんなことないかな。タイプ B 地引きだったらコンプできますね。地引き多分初、1個しか買わないで1個当てた。今見たしょこちゃんの足ありがとうございます。滝脇の足です。ヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。本当の地引き、いっぱい買ってとかじゃなくて1枚買って1枚滝脇です。イエーイ、地引き網。ぜひ皆さんも滝脇ゲットしてください。以上、開封会でした。秒で終わりました。タイプ B も見たいなーとか、全タイプ見たいんだが、中のタイプあと保存用があるからね、全タイプあるんですけど保存用だから買って中身を見たいです。滝脇さんが弾けません、プレゼントしちゃいますか。嬉しい、滝脇弾きたいと思ってくださるのは嬉しいです。全然弾けないのに。アメリカン、私アメリカンですか、わかんない。車検ありがとうございます。申し込みフォームはこちらから。ショコによるショコ写真プレゼント。メンバー全員36枚引いて、おおすごい、36枚目で全員出たってこと。どちらかといえば和風、あ、自分がアメリカの方。ありがとうございます。6分の1でショコだった、おお。最近初更新になりました。ああ、かのこさんありがとうございます。初見。ありがとうございます。いつもしょこちゃん弾きたいって思ってるけど、弾けたことがないんだけど。嬉しい、弾きたいって思っていただけるのは本当に嬉しい。カープさん、キュンキュンキュン。ありがとうございます。写真整理してたら、ファーストの写真のしょこちゃん出てきた。もう全然顔が違うと思う。メイクがね、そもそも違うと思うし。そ
そう眉毛とかもうモサって感じだと思う。まつ毛も上がってないと思うし気づいたら食推しでした、ありがとうございます。気づいたらいつも横にいて、特別なことはなくてもただ横でただそばで笑ってる僕の友達、なんだなんだなんだ、懐かしいどんどん綺麗になってありがとうございます。たくさんの方に言っていただけて嬉しいです嬉しみケモケモです。気づいたら食おいしい、嬉しい、ありがとうございます。よっさんうれぴー、嬉しみですね。ライブ見て好きになりました、嬉しいですね。お話し会でもね、ショールーム見てとかライブ見てとか嬉しいですありがとうございます。宮弘さん花束すっごい豪華、花束ありがとうございます。なんでこの花束なんだろう。12月になって増えましたよね、新しいギフト、ありがとうございます。リエコさんもうすぐショコと初めて握手してから1年、すごい、割と最後の握手っぽかったんじゃないですか。握手会は1月4日以来やってないかもしれないですね。ショールームでファンになりました、ありがとうございます。ケトゥさん、キニーキンキン、ワフさん尊い、ありがとうございます。バラギフト、バラ、なんでバラなんだろうクリスマスってバラなのかな。ありがとうございます。この前届いたの前写真でショコちゃん直筆ゲットできた、ああ嬉しい、ありがとうございます。12月8日大阪全役で初めて知りました、おお嬉しい、ゆりなさん12月8日は大阪の全役だったんですね。全役もやりたいな。まあでも久々に名古屋と大阪でライブできるので楽しみにしてます。スペシャルライブスペシャルライブ楽しみ。なんか最近メンバーでも全然地方行けないねって話してたから嬉しかったですそうね、ずっとね東京とか配信、まあ配信だったらどこでも見れるんですけど東京が多いからね。私ツアーも関東だからね。味噌串カツ食べたいですね、食べれたら食べたいです大阪名古屋待ってますTikTok 更新された、誰だ誰だ、シュキナのシュキナのシュキシュキシュキピ、不安で今日も眠れない、あ本当だ、キピ更新されてます。ナタのソロとミリニャー花ちゃんペアとキャータンひとみペアの TikTok が公開されました。シュキピシュキピ更新、ハンマヤンハンマヤンです、うれぴうれぴです、ありがとうございます。ぜひ皆さんコメントいいねよろしくお願いします。倍速シュキピシュキピシュキピシュキシュキシュキピソータさんタコありがとうございます、投稿頻度高めです。皆さんもぜひシュキピサブリミナルやってみてください一人だとこうかなずっと見ててキャン、あ、ウィンクしてるね、 TikTok でウィンクしてますぜひ見てくださいセルフシキピシキピシキシキシキピ、私こっちだったからこっちしかもう体に染み込んじゃってる、シキシキシキピ
セキネルでおやすみなさい。おやすみなさい、せいちゃん。最近食ウィンクしがち。でもこれキランっていうのはウィンクって言ってた気がする。リサと。そう、プレイリストはのんちゃんが言ってくれてウィンクしました。珍しく。です。リュウさんタコ。ありがとうございます。千葉と川崎のツアーだった。イエーイ。ありがとうございます。そしてもう明後日が大宮ということで、ドキドキですね。またレッスンも頑張ります。しぇーゆうさんキッキュン、ありがとうございます。固めつぶっただけなのに心臓破裂した、面白い。固めつぶっただけなのにね。面白い。しょこちゃんポスター持ってるの？何のポスターだ。ポスターは持ってないな。トンボ玉さんお疲れ。ゆうくんバラありがとうございます。ウィンクしましたよ。リサもショールームでしてた。よいしょ。パンマです、こんばんは。ありがとうございます。すぐ正座しちゃう、さきわき正座しがち。初めてタンパクのアイス見つけてくれた。おお、どこで売ってました？スーパーかな。顔が好きです、ありがとうございます。君高さん。タンパクと最近はもう絶対必須で、あの家の近くのスーパーに行ったら必須でタンパクトと、あのパルムのアフォガードを買います。あとイタリアンプリンもめちゃくちゃ美味しいです。セブンかな、めちゃめちゃ美味しいです。ヘイブンさん、トントイ、キャトゥーさん、花束ありがとうございます。タンパクトのパン買った。おー、パンは食べたことないかもかもしれない。あ、初めてイコラブのライブだから楽しみ。チュンさん、チュン。ありがとうございます。大宮まであと少しですよ。泣いてる。TWTWT。 あ、イタリアンプリンアイス食のフリート見て買ったって。美味しい、美味しいですよね。私も今日リピートしました、さっき食べた。ぜひ皆さんもね、イタリアンプリン美味しいですよね。イタリアンプリンアイス。タンパクと見るとしょこちゃん思い出す。リサも同じこと言ってる。あ、しょこだって言われる。そう、ぜひ皆さんも食べてみてください。アイスピノのアーモンドも美味しかった。ヘイブンさん、かわいい、ありがとうございます。イタリアンプリンです。あ、ピスタチオね。ピスタチオは今日リサとその話した、ピスタチオ食べたって聞かれたけど食べてない。食べてないって言った。リサ、ショーコだって言いがち。うん、言いがち。だいたいショーコだ、プルショコだっていう。ショコラップルだって言われる。あ、ミスドのアイスはね食べてないです。なんだっけ、エンジェルクリームみたいなやつね。セブンでシマウマバーあった。シマウマバーも美味しいですよね。プルショコ、まだプルショコはもうもはやもうこんな感じで翔子って呼ばれるのと同じぐらいこんな感じです、名前は。引っかかることなくなりました。そう、アーモンドなかった日に翔子ちゃんのストーリー見て泣いちゃった。なかったと思ったら滝脇食べてるみたいな。でも私その日にあげる時もあれば、めっちゃ食べてあげる時もある、後から。あ、今日はトマトを収穫しましたよ。次にね、あげようと思って。アイスはね、もう乗せたかも、全部。多分ね。あ、乗せてないかも。ショコラトリュフ、ハーゲンダッツのショコラトリュフ、これ美味しかった。これ
でも美味しかった美味しみでした。これ載せてなかったと思う。結構後から載せることが多いかもしれないパインといえばショコなのか、うん、っていう感じね。トイさん、だるまありがとうございます。だるまもありがとう。だるまありがとうございます。最近の新作かも、ショコラトリュフが。ショコラだったら食べるべしあとはアイスはでもそんな感じかな。チョコボールのアイスとか乗せましたもんね。そんな感じかな。アイスシュキシュキシュキピそうも乗せましたもんね。乗ってる、乗せてるから多分そんなか、それぐらいだったかも。それぐらいです。小枝とか乗せましたっけ私。あ、なんか三個とかで乗せてる気がする。ね。ハーゲンダッツこれ。クワトロフォルマッチこれとか多分乗せた気がする。メリダさん、キュンキュンキュン、七色さん、バラありがとうございます。小枝のアイスそんなにアイス食べてお腹こ、なんか溜め取りっていうか、乗せてない日にも食べてたりとかするからそうだからかもしれないチーズ美味しいですよね。ヘイブンさん、キュンキュン。メリダさん、キュンキュン、ありがとうございます髪型と洋服に合ってるってさっき聞いて、ウレピ、今日はいっぱい褒めてもらえる、ウレピです。メイクもね、ちゃんとしましたよ。ハイライト映ってるめっちゃほら、なる、いつもより濃めで、濃いめでやりましたメリダさん、キュンキュン、ありがとうございます。いっぱいハートだ。ソータさん、タコありがとうございますあ、今ちょうどコンビニだからピノロ、おお嬉しい。美味しいのでぜひ食べてみてくださいヘイブンさん、かわいい。メリダさん、キュンキュン。ペンペンさん、アイスありがとうございます。前髪、前髪は切ってない。最近、最近っていうかこの前切った。お時間です。ありがとうございます。あと30秒ぐらい。ありがとうございます。やっぱり濃いめかな。ライブの時は濃いです。ライブじゃなくて撮影とかの時も、今日も撮影っていうか、あれ記者会見だったのでね。濃いめです。糸パンさん、バラありがとうございます。ということで、30分になったのでクイズをやっていこうと思います。ショコットクイズ7問ですけど、それではまず、イコールラブの8枚目シングル青春サブリミナルの、今日ダンスバージョンの MV が公開されたんですけど、ダンスバージョンじゃなくて普通の MV の方からクイズを出そうと思います。4択クイズで7問出すので、皆さんぜひ投票で答えてみてください。ということで第1問目、ドゥルン、青春サブリミナルの衣装でミニハットではないメンバーは、じゃん、1リサ、2ミリニャ、3アンちゃん、4キャタン。投票、投票開始。青春サブリミナルの衣装でミニハットではないメンバーは、で答えはここには書かないで、コメントには書かないでくださいミニハットではないメンバーは、なんか帽子みたいな感じ、ちっちゃい帽子ですさあどうでしょうかショコちゃんじゃないかなってさ
あ、どうでしょうか。ピザハットではないですね。リンガーハットでもないです。そう、1問目今アーシャ見てきた。あら、カンニングは0点です。ということで、投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。ポチッとな。まあ1問目なのでね、2番の 73.6% が、とても他にも入ってますね。正解は2番のミリニャです。イエーイ。リサ、アンちゃん、キャータンはちっちゃい帽子っていうかミニハットをつけてます。でも3人とも髪型が違うのがなんかいいって思いました。いい匂いがするなです。イエーイ。ほとんどの方が当たったんじゃないかな。ぜひ皆さん衣装一人一人みんな違うので、私も髪飾り違うのでぜひチェックしてください。お願いします。キャータンとリサちゃんがハットかぶってたの覚えてた。あとアンちゃんがかぶってます。メリニャはピンとかかなだと思われてます。思います。シャルム4年ぐらいやってる。投票機能わからない。投票は右下の星の右下に星があると思うんですけど、こっちの方かな、星があると思うんですけど、そこを長押しするとボールが選べますので、ぜひそこで選んでピピピピピって投げていただけたら嬉しいなと思います。続いて、あ、ミリアはカチューシャか。続いて第2問目問題書いていきたいと思います。選択肢書きます。まあ、1問目はね簡単だったと思いますが、まあ、2問目もね割とちゃんと聞いていればわかると思います。3番、字が汚くなっていっちゃう。よし、書けました。だんだん汚くなっていっちゃう。第2問目でるん、リュークに炭酸を歌っているメンバーは誰でしょうか。投票開始。1、いおり、2、ひとみ、3、まいか、4、さなつん。答えはコメントに書かないでください。さあ誰でしょうか。リュークに炭酸は本当になんか一番最初に目に飛び込んだ歌詞でした。です。まだ今日7問あるのでね。そう、さあどうでしょう。リュックに炭酸を歌っているメンバーは、投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。ピッ、85.3% で4番さなつん。ということで、ゆうくにたんさんを歌っているメンバーは、正解はさなつんでした。あ、歌割りは完璧、さすがすぎる。さすがですね。さ、その後のそんなこともどうだっていいよ、走ればよりです。そこはみんなんか仮歌を聞いたときに、最初そこは一人のメンバーかなと思ったら、リュックに炭酸でそこで切るんだって思いました。ね、 100% にはならないですね。ぜひね、違う番号に投票した方はいっぱい聞いてください。あー、遅延あるからカウントダウン始まる前に終わった。あらら、あらららら、らごめんなさい、もうちょっと待つ。次3問目、3問目書きます。2番がです。今日は7問ありますからね。いつも5問なんですけど。
バンバン。よし、できた。チョークの音好き。私も好きです。それでは。それでは。3問目いきたいと思います。第3問。ドゥルン。青春サブリミナルの私服衣装がサロペットだったメンバーは？投票開始。1、キャータン。2、私。3、より。4、アンちゃん。どうでしょうか。サロペットは上下がつながっているやつですね。上下がつながってる、なんて言うんだろうね。上下がつながってるやつです。サロペット、なんだろう。ズボンで、こう、なんか胸当てみたいなのがついてるやつ。なんか、こういうやつ。こういうやつ。で、こう。こういう感じね。みんなこういうやつね。これサロペット。そう、オーバーオール。そんなこんな感じ。私服衣装でこれだったメンバーは？つなぎ。そうそうそう。投票終了まで5、4、3、2。投票終了。 67.5% 3番のよりということで、正解は私服衣装がサロペットだったメンバーは3番のよりです。ギリわかる。ヒント出しすぎ、怒られた私。そう、私服衣装はメンバーそれぞれ違うんですけど、本当にフィッティングの時に何回もあのこっちがいいかな、こっちがいいかなってすごい監督さんが悩んでくださって決まった私服衣装でございます。キャータンかと思った。一人一人メンバー全然違うので、ぜひ注目してそこにも見てください。お願いします。割と絵上手に描けたと思う。です。ちなみに滝脇はシュキピがオーバーオールです。サロペットです。です。続いて次が何問目。4問目。これもね、いけると思う。これは私のルームに何回も来てくださった方で、その回見てた方とか、まあ、メンバーも言ってると思うし、ツイッターの写真とかを見たらわかるはず。よし、続いていきたいと思います。続いて第4問目は、でれん、円形の海に浮いているピンクの丸いステージ、12個ある丸いステージに行くのは、行くのにボートを使いました。そのボートは何色でしょうか。1、ピンク。2、水色。3、白。4、透明。投票開始。これは簡単。ボートは何色でしょうか。どうでしょう。これはでも MV には出てないんですけど、まああの DVD を見てくださったりとか、特典映像とか、ショールームで私が話してたりとか、メンバーが写真を載せてたりとかで、あるんじゃないかなって思います。さあどうでしょうか。メイキング、メイキングまだ見てない方ぜひ見てくださいね。あ、今日メイキング見た、ありがとうございます。投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。ピッ。 81.6%、 4番ということで、ピンクの丸い12個のステージに向かうには4番の透明のボートに乗っていきました。イエーイ。難易度上がりました。でもなんか投票はそんなに割れてなかった。ぜひメイキング見たら本当にわかるので、ぜひチェックしてください。お願いします。よし、結構もうこれはみんな結構みんな100はいかない。そうですね、ぜひぜひいっぱい見てください。
続いて、そう、海めちゃくちゃ綺麗です。続いて5問目いきたいと思います。ここら辺からちょっと難しくなるんじゃないかなって思います。続いて、続いてはちょっと長めね。4番が用意してきた。いきまーす。第5問目、でるん。 MV 中にひとみとキャータンが食べていたアイスの色は？投票開始。1、黄色、ピンク。2、水色、黄色。3、白、水色。4、ピンク、白。さあどうでしょうか。これは見た方だったらわかるかなって思います。よく見てる方だったらわかるかなって思います。ひとみとキャータンがアイスつけてわーってなってるシーンが映ってるんですけど、です。です。 MV を見たらわかるかなと思います。さあどうでしょうか。急に難しい。キャータンのしか覚えてない。でもキャータンの、あ、そっか。どうでしょう。一色しか覚えてない。全部で4色しか書いてないもんね、ここ。あ、この辺予想してた。すごい、さすがすぎる。では投票終了まで5、4、3、2、1。投票終了。人によって色違うからね、見え方違うから。2番の 35.1% で、2番水色黄色が一番多いから、でも結構割れてますね。 33.1 で1番も多いということで、正解は、ひとみとキャータンが食べていたアイスの色は、ひとみが黄色、キャータンがピンクで1番です。イエーイ。1番です。2番の方が多かったですね。あちゃーって、初めてかな、 1番じゃなかった。めっちゃ割れたね。わーって。そう、マヨラボで黄緑って言ってたみたいですね。今コメントで見て知った。私が見たけど黄色だったと思った。あの MV はね。でも生で見たら黄緑なのかもしれない。それは申し訳ですね。黄色とピンクです。イエーイ。ぜひそこら辺見てみてください。溶けてるシーンめちゃくちゃ可愛いので。続いて、黄緑にも見える。あ、止める時間で違う。黄緑何味なんだろう。キウイとか。メイキングの感じ黄色に見える。よかった黄緑って入れとかなくて。この中だったらね、黄色ピンクですもんね絶対。続いて、あ、メロンって可能性もあるね。続いて第6問目いきたいと思います。私も MV 見てクイズ作ってるので、まあ、透明のボートとか MV じゃないけど、 MV を見てる方だったら同じ気持ちなんじゃないかなって思います。続いてのクイズいきまーす。これはむずいと思う。これは普通にむずいと思う。これ当たったら私はすごいと思う。
まあ詳しくはそうアイスの味は瞳に聞いてみてください。ヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。続いて第6問目、ドゥルン、リサが写っている学校の時計は何時でしょうか。1、10時15分、2、11時45分、3、12時30分、4、14時15分。投票開始。これはでも私が見たところそうかなって思った感じなので、し撮影の時間なのかそういうなんか止まってるのかもわからないんですけど、時計をよーく見たらあると思います。さあどうでしょうか。まあ詳しくはぜひチェックしてくださいって感じなんですけど、どうでしょうか。こういうのよねこのコーナー。そうめっじゃあ細かいところまで見てほしいっていう気持ちもあるので。でも本当にねもう再生回数が120万超えたみたいなんですけど、そう本当にたくさんの方に見ていただけてすごい嬉しいです。ありがとうございます。この問題来ると思った。じゃあ正解できるかな。投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。4番4231、4番の 32.7%、 12時15分、が1番。でもすっごい割れてる。 32% で2番の11時45分ですね。ということで、あ空の明るさ、なるほどね。ということでリサが写っている学校の時計の時間は2番の11時45分です。イエーイ。2位でしたね投票。これめっちゃちゃんと分かってたよって方いますか。昼飯前ですって。当たったって。すごい分かってたよって方いますか。でも4人いたもんって。でもこれはよーく見てほしい。よーく見てください。すごいリサのアバターの方が連続でありがとうございます。メイキングの時ちょっと違ったね。 MV から問題出しますって。ぜひね MV の同じ高校同じ中学のところで映ってると思うのでよーく見てみてください。大きい画面とかの方が見やすいかなって思います。午前中とは思わなかった。多分11時45分だったと私は見ました。です、イエイ。続いてがラストのクイズになります。まあ最初の方はね簡単だったからね、難易度滝脇さんって感じ。難易度滝脇さん、これはどうだろう、当たるんじゃないかなって思ったりするしてる。ということで最終問題、でるん、プールでのリップシーンで滝脇は何番目に映ったでしょうか。1番9番2 10番3 11番4 12番。投票開始。これはさっきよりかは簡単かなって思ったりする。何番目に、メンバーの人数、メンバーの映った回数じゃなくてメンバーのあの人数ですね。で滝脇のリップシーンはメンバーで何番目に映ったでしょうか。違うところ数えました。しょこちゃんが映ってたのは分かるんよな。面白い。映ってなかったらこの問題出せないですね。さあどうでしょうか。
まあ歌割りとかも、歌割りとかが特に関係してくるかな。歌割り順っていう感じはありますね。ちなみに滝脇の映ってるところは、やっとスタートに立てた気がしてるのところです。投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。2番、あでもめっちゃ割れてる。2341ですね。2番が 31.7%、 3番が 31.3%、 4番が 20.1% ということで、滝脇がプールのリップシーンで映るのは4番の12番です。イエーイ。少なくともアンナの後だった。そうですね、最初はひとみミリニアナータンマイカ渚よりで、のんちゃんとはなちゃんがあのいやあとわかったの追っかけのところで、リサ、あんちゃん、キャータン、私が2番のあのソロのところで移ります。イエーイ。ということで、これでも今3番ぐらいだったね。3位だったということで、4問正解ぐらいかなということでね、皆さんぜひ詳しいこのちっちゃいところまでぜひ MV 見てください。そしてそしてダンスバージョンの MV も公開されたので、ぜひ皆さん見てください。あのいやあとスーターとにのところもダンスのところこれやってるので、ぜひ見てくださいこれで歩いてきます。いっぱい見てください。 MV お願いします。ということで、以上ショコットクイズでした。イエーイ。後半は難問だったよしまたそう、サブリミナルも出すかもだし、シュキピも出したいなって思ってます。シュキピの MV からも出したいなって思っているので、皆さんぜひいっぱい見てください。ヘイブンさん、キュンキュンありがとうございますラストさんはねっていいもんだった、よかった、ありがとうございます。シュキピもまた出しますし、サブリミナルもまた出すかもしれないです。バフさん、お疲れありがとうございますシュキピは本当にいっぱいこう一つの画面に何個も映像が出てたりするので、目が絶対足りないので、ぜひ皆さん見てくださいです。情報量がね多いはず。あと100回見よう、あと100回以上見てくださいシキピもいっぱい見てくださいお願いします。まあ最初は簡単な問題とか出すかもですね東大生でも無理だひろしさん、カモン、ありがとう。くまさん、ありがとうございます。といさん、バラ花束ありがとうございますショコちゃんが食べてたアイスはクーリッシュ。私クーリッシュ食べてた？どこで？私クーリッシュ食べてたっけ？シュキピ？シュキピのセンターは誰でしょう？シュキピのセンターは誰でしょう？は出さないかな。ねえ。ニックさん、キュンキュンありがとうございます。あ、ゼリーね、ウィダーゼリー、そうウィダインゼリーですね。クリシじゃないです、ハズレウィダインゼリーですね、あれは冷蔵庫から出してるのでハズレ、フライングハズレフ泣いちゃったです。いっぱい見てくださいね。伊藤のご飯って面白いですよね。あの YouTube のコメントで気づきました、伊藤のご飯になってるってウィダーです。ウィダーだったか分かんないけど、ウィダインゼリーみたいな感じのゼリーですプロテインバー持ってた、これ
って見せてる自慢げに。ぜひ出キピいっぱい見てください。サブリミナルもまだまだいっぱい見てください。オリコンウィークリーランキング1位、ありがとうございます。イエーイ。黒じいさん、バラありがとうございます。タバスコ何回入れたでしょ、こうやって。面白い、面白いですね。まあ予想して、ぜひ予想して、多分ここに書いたらその問題は出さないかもしれない、コメントに書いたら。なのでぜひ予想して予習お願いします。バフさん、キュン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 、ありがとうございます。ありがとうショコラ。チョコのツインテール可愛かったよ、ありがとうございます。ツインテール好きなの、好きなの、シャキシャキシャキ、こんな感じだよね、外跳ね出し。トモナモさん、お城ありがとうございます。うれぴー、ここにあります、お城ありがとうございます。ありがとうお城、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 ルルルルルル、ありがとうお城。トモナモさん、ありがとうございます。またいっぱいお話ししましょうね。ありがとうございます。ここお城花火バーンってなってる。ありがとうございます、ありがとうお城。そう、この問題出るんじゃないかなとか言ったらその問題絶対出さないからね。ぜひいっぱい見てください。ね、今日12月ですよ皆さん。トイさん、キュンキュン、ありがとうございます。今日12月、ヘイムさん可愛い、ありがとうございます。本当に早すぎて、あと1ヶ月で1年が終わっちゃう。クリスマスも来るけど1年が終わっちゃう。昨日は11月だったのに、そうね。本当に2021年になりますよ。早すぎる、早すぎますね。ね、雪降った？どこで？すごいね。でも今年はもう後半はね、ライブいっぱいやってるなって感じかな。ツアーもあるし。昨日までポッキーとか言ってたのに、ポッキーの日ね。言ってましたね。明日の配信のご予定、明日もできたら配信したいなって思ってます。できたら。松戸して落ちました、泣いていい、泣いていいよ。よちよち、キーちゃん、あら、それぐらいいっぱいたくさんの方が申し込んでくださってるってことですね。北海道は雪？北海道雪はまだ今年は見てないかな。あれ行ったのいつだっけ、雪山行ったのいつでしたっけ、知らないから。1月になってたかな、そしたら今年雪見てますね。今年度は見てないです。早いですね。今日は記者会見がありました。いっぱい記事になっているので、ぜひ見てください。写真とかも上がってるので、ぜひ見てください。某日だった気がする、もうもはや覚えてない。そうね、12月ライブ月間、11月はオンライン月間だったんですけど、12月はツアー月間になりますね。そう、今日の記者会見では長野さんが来てくださいました。青春サブリミナルは青、
して長野さんのお洋服も合うということで長野さんが来てくださいました。生でゴッホよりが見れて嬉しかったですヘイブンさん尊いありがとうございますそう乱戦が好きなそうネタを初めて生で見れて嬉しかったですみんなでやりましたこうやってその写真もあったりするのでぜひいっぱい見てくださいそう長野さんは本当にめっちゃ汗をかいてらっしゃってなんかねすごい本気でこれやってるんだなって思いましたそうバッフさん尊いありがとうございます。写真見たよありがとうございますねえ代謝いいのねってそうだから私たちもあのツアーは長野さんの汗よりもあのいっぱい汗かこうねってそう本当にその記者会見中に8回やってくださってあの8枚目の8とかけて8回やっていただきました嬉しかった生で見れて生でネタが見れてテンションめっちゃ上がりましたそう高い汗かくそう楽しかっためっちゃ笑ってたそうイコラブの公式不審者になっていただけるみたいですねケトゥさんバラありがとうございます。そう隣で流行語大賞の会見をやっていたらしいですね。知らなかったですそれは。でもそうなんだと思ってそう面白かったですね。楽しかった。ぜひ記事していただいてるので見てください。よろしくお願いしますヘイブンさんキュンキュンキュン。マッフさんあらありがとうございます知り合いくられちゃう。わさびさんわさびさんねえそうだから割と早めにあの流行語を聞けたと思うそ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 う来年はイコラブが流行語になれるように頑張りますケトゥさん尊いありがとうございます面白かったトイさんマラありがとうございます面白かったです。とってもすごい優しい方で楽しい方でした流行語イコラブシキピシキピピはいっぱいつけちゃう。ユニティとしてもあります。はいピはいっぱいつける。シキピオツピとかウレピとかカナピとかタノピとかいっぱいピは入れますね。イコラブの流行語シュキピシュキナマシュキナマシュキシュキシュキピおやすピおやすピ噛んじゃったみたいな。なんだろうね。あと何カキピタキワピあとなんだろうな。カワピカワピカワピ。ヘイブン様らありがとうございます。ピピワピピピワピは面白いヘイブン様らありがとうございます。誰でもオツピーってリサが多いかな。オツピオツピ LINE でも
おつぴっていうそう、うれぴうれぴーとか、あとなんだろうねあとなんだ、コメント見て一人で笑っちゃった。ピーは多いかも、バイピーつけてるそんな感じです。変な言葉じゃないでしょ、おつぴーとかって。チキピーと同じノリですレピーナッツねえ、ピトミン、ピトミンピトミンです。コメントに笑っちゃうショコちゃんが好き、ピありがとうございます。ピクミンじゃない、ピトミン、ピトミンですそう、ピープルって意味って知らなくて使ってた。スキピー、ピープルっていう意味はねえ、割と最近知りました。1ヶ月以内ぐらいに知りましたでもウレピーって結構使ってたと思う、前までもツイッターとかでね。そう、ピープルって意味だったらしい。ピーポー、そう、好きな人で好きなピープピーポーで好きピーです。あ、パーリーピーポーと一緒だと思う。パリピパーリーピーポー、パーリーピーポー、多分そういうことだと思う。ヘイブンさん、花束ありがとうございます。割と今知ったそう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 、ピーポーって意味ですみたいですそう、だから使い方的には間違ってるかもしれないけど、もうそこはノリですよねノリです。ピーポーか。トッキーさん、花束ありがとうございます。知ってました、私も1ヶ月以内に知りました。ずっとピーピー言ってたのにです。救急車のことかと思ったわ、やばいあとなんか言わなきゃいけないことあったかな、発表されたやつとかあったかな、どうでしょう。今日からハルツ川崎と松戸森のホール21の受付、ファンクラブ会員受付が始まりました。先行ですね。あとはでも結構言ったかな。あ、イコタイム見てくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございました。イコタイム11月ラストだったんですけど、イコラブンピックは私への挑戦状みたいな感じ、挑戦なんだっけ、リベンジということでチロルツミをやりました。私が前回12ってだったんですけど、なんかすごって思いました、自分で自分は10個しか積めなくて今回。そう、なんかでも時間じゃないかもって思いました。なんか30秒から1分にリベンジで変わったんですけど、結局積める高さはなんかほぼほぼ変わんないかなって思っちゃったそう、そんな感じがしました。でもすごい楽しかったです、チロル積みそう、楽しかった。そう、前よりも時間は長かったんですけど、前もなんか30秒あったけど、もうこれでもう終わりにするって言ってたと思ったもう一個置いて倒れちゃうかもしれないからね。そう一番の敵は自分前回の自分食べてないです。そう、冷たい性が違った。なんか前回はもう勝つぞみたいな感じでやってたけど、今回はなんか割と楽しんで、リベンジだったので楽しんでやってました。なんかちょっと遅れてる、大丈夫かなそうそんな感じです。楽しかった。あとは何やったかな
あ、いいねの試写会とか鼻歌とか〇〇しがちやりました。次、次回が、あ、次回のメンバー決まってないのか。次回も見てください。ヘイマンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。昨日はインスタライブありがとうございました。インスタライブは結構メイク系の話が多めだったかなって思ってます。もちろんショールームでも話しますが、インスタライブはメイクのこととかファッションヘアとかのことが割といっぱい話してると思います。あ、私の画面だけかな、またパーってなってる。ちょっと一回止めてもいいですか。一瞬止まります。戻りました。あ、ただタワーが2個になっちゃいました。増えた。でも戻りました。バババババってやつは。え、動いたかな。動きましたか皆さん。動きましたか。あ、よかった、よかったです。あ、あとはレインボーブリッジを歩きました。ちょっと前の話なんですけど、めちゃくちゃ綺麗な写真です。お気に入り、レインボーブリッジ超かわいい。しかも景色も、歩いてる時景色もめちゃくちゃ綺麗で、そう、あのなんだっけ、ポートレートじゃなくてなんだっけ、あの伸びるやつ、パラノマ、なんだっけ、違うな、パノラマ。パノラマで撮ってめちゃくちゃ綺麗なのがわかるはず。楽しかったです。めっちゃ笑われた。パノラマ。そう、しかもレインボーブリッジのこう歩く場所があるんですけど、そこがもうなんかこうレインボーになってて可愛かったです。そう。もういいのラマは。そう、めちゃくちゃ綺麗。そしてあのお台場のところとかのお店とかに行ったりとか、これまた写真載せようかなって思うんですけど、そう、行ってこうラムとかを見つけて、しかもめちゃくちゃ綺麗なのがこの自由の女神のところもね、見える、まあ後で見てください。そう、見えたりとか、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。しかもラブって書いたら、ラブのハートがもう、間違えた、ラブの丸、王がハートっていうのもね、イコールラブってイコールラブです。イコール入れたくなっちゃいますよね、ラブあると。そう、あ、結構走ってる方も数人数人いましたね。あ、ぜひ同じところで写真撮ってください。これは、この写真撮ってるやつはあの途中で写真撮れる場所があるんですけど、そこで、これちょうどパノラマ撮ってる時の写真です。です、めちゃくちゃ綺麗だった、めちゃくちゃ綺麗でした。イエイ。あとはスタッキュ、あ、 CD ショップ巡りしました。タワレコ渋谷店さんと渋谷ツタヤさんにお邪魔しました。イエーイ、今から行こうと。本当にサビアンさん可愛い、ありがとうございます。です。あ、帰りはあの電車で帰りました。サビアンさん、バラありがとうございます。です。本当に滝脇が飾ってありました。あの滝脇と、あとのんちゃんも写ってるね。ありがとうございます。そしてあんちゃんの誕生日、イエーイ、おめでとう、今日もお祝いしましたよ。そう、片道だけ。行きだけね、歩いていきました。そして、そう、あんちゃんの誕生日、この青作るのに、この青作るのに5回ぐらいアプリ落ちちゃって、
で一人で電車の中で鳴ってました。なんで落ちるのって、落ちたらまた一からなんですよ、あとちょっとなのにっていうところで落ちちゃって、だからあのいちいち何回も保存しまくって落ちたら途中からできるようにしてました。そう落ちて、もうしかもあだからあって一番このあんなの中で一番大変だったんですよ。なのに落ちちゃうからもう配置まで覚える波にやりました。本当に電車の中で作りました。移動しながらね、そう本当にね困ったもんだ。ごめんぴ。そうだから絶対12時半までには投稿できたけど41分出来上がってすぐ投稿しました。そうあんちゃんは結構いろんな写真、特にインスタやってるメンバーって全身の写真が載ってるから全身使いやすいんですけど、だからいっぱい全身入ってるんですけど、最後の最後にモカちゃんが出てきます。皆さん見つけましたか、モカちゃん、モカちゃん、モカちゃんです。そう等身大ではないですね。そういっぱいあんちゃんを詰め込みました、イエイ。そうインスタ全身、全身はいいです、良きです。そして亀子さんが撮ってくださったお写真をツイッターに載せました。この写真ツイッターに載せた写真とは別で10枚、インスタにも今日載せるのでよかったら見てください。またツイッターにも載せますのでチェックしてください、お願いします。そんな感じかな、あとはもうねお話し会の時のやつだから、あこの時のやつはまた今度やります。はい、明日とかできるかな、わかんないけどできる時やりますということでね、そんな感じです。ではそろそろランキングを読んでおまばを書いて終わりたいと思います。イエーイ。しょこちゃんはみかんにマヨネーズはかけません。誰が言ってましたそれ、今日の話だねこれは。マヨネーズがそもそもあまり好きじゃないのでね。トイさんバラありがとうございます。じゃあマヨネーズにみかんかけますか、かけません。噛んじゃった。トイさんわら、陽介さん花束ありがとうございます。サナツンのフリート、リサもやってたね、みかんにマヨネーズ。本当にねおかしいことばっかするから。ということでランキング読みます。13位フィズニャンさん、12位ペンタさん、11位サトシさん、10位トイさん、9位オーチさん、8位ペンペンさん、7位マママさん、6位サンタさん、5位くんけんさん、4位クロさん、3位ひろしさん、2位ちさちゃん、1位とんぼ玉さんです。ありがとうございます。2列目いきだんごさん、高市さん、ももきゅんさん、ファットラップさん、てるんさん、けつるさん、トッキーさん、たけちゃさん、コロジーさん、ファインゴールさん、みのりさん、ささパンダさん、ヘイブンさん、ゆうじさん、せいたさん、メリダさん、やまにゃんさん、ヒッキーさん、ふうかさん、ザキさん、かのこさん、とっちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。おまば書こうと思います。おまばおもあばおもあばおもあばおまばカラフルに書きたいなって思ってます。おまば自分の携帯で騒がそう。おまば、おもあば、たきわき、たきわき、いた、よし、おまば探し行きまーす。どうしようかな。食アバターもう配布されました。もうね一番最初に終わっちゃいました。黄色アフロです。黄色アフロでショコって書いてる方
いると思うんですけど、それが滝脇アバターです。どうしようかな。この方一人目、じゃんじゃんじゃん、雲がもくもくなっている、そこに三日月上向いて、下は下に板がありまして、大山が二つつながって、下に大福ありまして、その下にも、うん、なんだろ、雪印コロリンパさなっていて、黒豆二つありまして、お豆を四つつけまして、あっという間に完成。完成です。割といいと思う。かわいいみふかし。よし、できました。せーの、じゃーん、りょうさんです。ありがとうございます。イエーイ。ブタちゃんがいいね持って、お米持ってご飯の中にいます。ありがとうございます。かわいい、かわいいです。ありがとう、やったーってコメントありがとうございます。いいねいいね、いいね、ありがとうございます。続いて、届いて続いては、どうしようかな、どうしようかな、悩むミンゴだな。ではこの方にしよう。じゃん、じゃんじゃんじゃん、大阪な、泳いでてうん、黒豆に作家さんのお山、そこに豆がついていて、坂道ありますよ、お山二つぶら下がって、もう二つは黄色です、あっという間に完成。ちょっと変えたけど割と良きです。よし、できました。せーの、じゃーん、チェリヘイさんです。ありがとうございます。マヨです。さっきマヨネーズの話したからマヨちゃんです。そしてペンライトはあの黄色のペンライトにしました。滝脇カラーの黄色です水色だったんですけど黄色にしました。マヨちゃんありがとうございます。なんかこう見たらお魚みたいじゃないですかだからお魚って言いました。まよちゃんです、ありがとうございます。イエーイ。
確かにエビフライ感はある。エビ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 フライ。次がラスト、次がラストです。次ラストはどうしよっかな。どうしようかな、どうしようかな。ではこの方ちょっとな、いきます。危ない危ない。ではではちょっと待ってくださいね。いきます。ラスピーです。じゃんじゃんじゃん。バランの帽子かな。まんまるくなっていて、ここに人でみたいです。黒ごま二つ、逆さのカモメが飛んでいて、丸入ってと完成。完成です。完成しました。せーの、じゃーん。ヘイブンさんです。ありがとうございます。イエーイ。かわいピー、かわピー、かわピーです。この子をなんでトマトにしたかっていうと、今日の朝トマトを収穫しました。なんかもう葉っぱとかは枯れちゃってるんですけど、トマト実はめちゃくちゃできてて、今日10個収穫しました。でその実がもともと緑で、あーもう寒いからダメだなと思って枯れちゃってたんですけど、なんとなんと枯れちゃってからもなんか謎に赤くなってて、なんか緑で落ちちゃった実とかもなんか赤くなっててびっくりって感じなので、しかも食べれたのでトマトちゃん今日10個食べました。ありがとうございます。まだまだいっぱいあります。まだ緑のもあるんですけど、あともうちょいで赤くなるなっていうのもあります。イエーイ、ありがとうございます。かわいい、トマピー、トマピーありがとうございます。イエーイ。以上、おまばでした。かわいいトマト、カワピです。ということで、そろそろショールーム終わろうかと思います。久々に長くできたかなって思います。4216人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのゲスト、たくさんのコメントありがとうございます。おひろー、ありがとうございます。友玉さん、ありがとうございます。ということで、改めて皆さん、青春サブリミナルオリコン週間ランキング1位ありがとうございます。ぜひぜひ MV、 今日ダンスバージョンも出たので、どっちもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そして千葉と神奈川のツアーの受付もファンクラブ先行になりますが始まりましたので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。 TikTok も更新されておりますので、皆さんチェックしてください。そしてこの後インスタすぐ更新します。10時ぐらいになったら Twitter も更新しようと思ってるので、ぜひ見てください。すぐインスタは更新しようと思ってますので、見てくださいお願いします。いいねとコメントお待ちしております。ということで、また次回の配信も見てください。大宮公演はね、もうしあさってになりましたので、またこれからレッスン頑張りたいと思います。ということで、今日は編み込みカチューシャ外羽でお送りいたしましたありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。感謝。クイズもありがとうございました。
おやしょこ。